誰これ宮間悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずは西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？はい、というわけでね、今日はあのシリーズ2020のシリーズ2のね、岡本選手を使っていきたいと思います。はい、やっぱ1番センター丸選手で、ね、決まりですね。まあ、ちょっとシリーズがね、2021年のシリーズ2やったかなっていうことで結構遅いんですけどね。使えんやろ。まあね、ちょっとあの特訓とかちょっと上げきってないんですけどね、このサードの守備がね、ブラステが BBC っていうことでね、めちゃくちゃ強いし、何よりね、このアーティストで広角っていうのがね、もうこの現行のサードでは最強って言われてるんで、あのノリ選手が多分 OB 出てくるんですけど、まあ、このサードでノリ選手のどう出たら、ノリ選手とまあ左と掛布選手覗いたらもうサードでは本当に最強じゃないかって言われるぐらいのレベルなんで、なんとかね、あの岡本選手のホームラン打ちたいと思います。オリックスバファローズ対読売ジャイアンツのゲームを、じゃあマー君か、小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしています。マー君ね、本当にね、どうぞよろしくお願いします。1年のあの宮山さん、ズバリ打者を2かな、あれ本当苦手なんですよ。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。内へ持ってきましたが外れました。3球目打ちました。おい、すごい、この丸選手のね、あの調子がいいときですね、しっかり引きつけて打てるっていう、先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました。なんでおかしいやろ、お前、今のおかしいやろ。ちょっとね、岡本選手使うまでに至らないですけど、ちょっとなんとかね、優勝を見せたいですね、優勝を。おお、来た、スイングが。痛いがちょっと多いで、打順回らないんですけど。まあ、多分この千賀選手だったら、あのこの相手だったらね、あの4割3分あるんで、なんとかね、岡本選手まで回してくれると思います。結構ね、次、ダルビッシュ杯があるんで、まあ、自分もね、大会だったら本当、クソなんですけど、なんとかね、爪痕を残したいなと思って、本当にね。もう大会になったら猛者ぞろいなんだよね、本当に。あのそうですね、あの後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね、うん、あそこは手が出ないでしょうね。これね、手出ないんですよ、はい、低
めにストレートが決まっています。156キロ。あが、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 あれためな、あが、あが、あが、強い打球、切れました、ファールボール。インサイド落ちました。アウト、ワンアウトです。なんでマジで。バッターは2番に入っている外、千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。あが、腕だ、球持ってきました、ストライクです。いや全然停電よこれ、やばい。インローへキレのある変化球が決まっています。なんか停電ぶり、マジ停電は。3番バッター吉田、ツーアウトランナーありません。これが初球、打ちました、流しました、ここは打ち上げています。さあこれからジャイアンツが守備につきます。バッターは村上、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。インサイド変化球決まっています。これが2球目、外に決まりました、ノーボール2ストライク。インサイド三振です、ワンアウトです。バッターは DH 掛布、前田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー前田、そしてキャッチャー、高く上がったライトが下がる、スタンドを越えていった、セットボールでした。全部キャミンするよこの人。バッター三遊間抜ける、やばいこれ。ワンナーをランナー、コールになれよコールドリ。これバッターボックスには4番浅村、ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ初球は何か、外から入りました。いやツーシームから入ってきましたね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。走りませんね、カーブすくい上げた、ここはフライになっています。打席には5番バッター佐野、バフローズこの回先制となるホームランが出ています。インコース打ちました、やばい、一塁間を破る、やばいよ、ピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスにはビシエドが入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。まあ、序盤から離されないように、ね、ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは、ついに最終回を迎え、いややばいね、やっぱり千賀選手やばいですね。バッターボックスには指名打者の落合、あかんあかん、もうあれわかんよ、あれわかん。5番ローズ、千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。なんか早っ、まりました、早いな千賀選手やっぱり。打順は6番岡本、来ましたね岡本ちゃんが、ホームラン打ちます。この回のジャイアンツ打線ですが2球でアウト、あっという間に2アウトです。広角を出てるんで、うん、まあ、簡単に打ってしまいましたね、はい、打ちました千賀、これで3アウト、終わってますね、終了になりました。ジャイアンツ2対敗。ちょっとあの捨て直してからな、ちょっともう一回やります。